こんにちは、アキトです。てなことで、今日もここ渋谷から始まりますけども、見てわかる通り、時刻はもう夕方5時、めちゃくちゃ二度寝した。思いっきり二度寝したわ。まず、いいねお願いします。いいねは記録の印。めちゃくちゃポチったわ。あ、ポチったとか言っちゃった。遅刻のことポチったとか言っちゃった。すみません、業界人ぶって。あれ何なんですかね？ YouTube 趣味でやり出したようなぐらいの人が、YouTuber とか言って、カメラで撮ることを、カメラ回すとか言い出す。こうやって外で撮ることをロケするとか急に言い出して、ただ趣味でやってるのに自分のこと YouTuber とか言える人、いやでもな、確かにな、言っちゃうんだよな。僕はね、分かってる。それはね、恥ずかしいのはね、分かってるんですよ。でもそっちの方が伝わりやすいっていう時があるから、あれ恥ずかしいですよね。でも恥ずかしげもなくそれを言えちゃう人がすごいなっていうか、僕まだ観光客をインバウンドっていうの許してないからな。それをすんなり受け入れてる人怪しいと思ってるから、よく平気でこのカメラの画面のことを絵って言えるなって、この絵がみたいな平気で言える人いますけど、羨ましいなと思いますね。僕もそっちの方が伝わりやすくて、自分の自意識なんてめんどくさいなと思う時があるから、それで言っちゃうことはあるけど、自分のこと恥ずかしいなと思ってますから。僕が YouTube だけやる前、自分のこと YouTuber とか言ったことないですからね。人に何の仕事してるんですかって聞かれて YouTuber って言えるのって、登録者数で言うと最低10万はいないとって思っちゃうからな。普通の人が YouTuber って言って思い出すのって、登録者で言うと100万人はいないと恥ずかしいでしょ。自分のこと YouTuber はなかなか言えないな。もう今は言っちゃってるけど、めんどくさいから。一応僕は YouTube だけしかやってないんで、そのタイミングでもういいやと思って YouTuber って言い出しましたけど、難しいけどね。何をもって YouTuber って言うのか。TikToker って誰みたいな。TikTok に投稿したことある子たちを全員 TikToker って言うなら大変なことになるしね。ということで、今日これからアトモス渋谷店の方に向かっていきます。今日リリースされるのはダンクローカレーカラーの反転モデルということで、co.jp でリリースしたやつの復刻。わあ、なんかすごい、めちゃくちゃイケてる音楽流しながら。でも場所はちょっとおじさん臭い居酒屋の匂いもありつつ、若者とハゲたおっさんが入り混じってたな。お酒飲めたらああいう場所も自分でも行ったりしたのかな。いやー、そういうことじゃないだろうな。僕はお酒飲めたってああいう場所には行けないだろうな。ダンクのね、カレーモデルがリリースされますけど、時間はすでに5時なんで、スニーカーがとっくの塔にリリースしてるんですけど、全然なくなってないですね。全サイズある。いやー、感慨深いですね。今その co.jp のあのモデルをリリースしても全く刺さらないっていう。3、4年前のあの時ならもう300人以上並んだでしょうね。大騒ぎだったでしょうね。 co.jp モデルが復刻なんて。逆に言うとなんで今なんだろうな。だいたい予想はつくんじゃないかと思いますけどね。こういう感じになるっていうのは。ちょっと今活動限界で一回座りますけども、ちょっと良くなってきたんだけどな。新年になってからあんまりリリースがないからちょっと休んでたんですけど、やっぱ歩き出すとダメだな。でも今日活動限界来たの、今これが初めてだった。ワンちゃんが興味持ってた。ワンちゃんに興味持たれた。同じだと思われたんじゃない？低い位置にいるし、こいつ人間としても低い位置にいるんじゃないかっていうことを本能で察知したのかもしれない。物理的に低い位置にいるし、人間としても低い位置なんじゃないかっていうのを、底辺 YouTuber なんじゃないかっていうのを察知したのかもしれないですね。動物の嗅覚はさすが鋭いですね。っていうか大丈夫かこれ。今5時とかでしょ？今日編集して投稿できるのかな？僕にモザイクだけ入れるみたいな。その処理だけの状態になるかもしれない。ということで、もうすぐアトモス渋谷店着きますけども。まああるだろうな。スニーカーってダダ余ってんだから。あれは今回僕ちなみに購入したいなと思って来てます、今日は。歴史があるとか言われると弱いから。co.jp の時のモデルですとか言われると、そういうのにすぐ釣られるから。すごいなぁ。それにしても。人間ってたくさんいるんだな。ずっと引きこもってるとわからないけど。それでこの人たち、みんなそれぞれ友達でも何でもないんでしょう。それぞれが誰も自分のことを知らないのに、こんなに人間がたくさんいる。それなのに SNS の時代とか言って、すぐ繋がれるとか言って、むずいむずい。こうやって外出ると結局変わってないんじゃないかって思いますけどね。ネットの世界だけの話で進むことはあるけど、リアルの対面の関係性は変わってないんじゃないかっていう。ということで着きました、アトモス渋谷店。
では見ていきたいと思います。これも最近出た新しいダンク。めっちゃかっこいいけど、なんかちょっと前転売の人たちがこぞって買ってたやつとはまた違う茶色です。表面になんかポコポコした加工がある。ガムソール、マックアタックももう普通に置いてありますね。最初にユニオンでリリースした時からは考えられない。これも今日出たやつ、ダンクじゃなかったんだ。これジョーダン1のローなんだ。素材感はめっちゃかっこいいですけどね。これはさっきダンクで見たやつのエアフォース1バージョン。普通にかっこいいけどな。ニットも出てる。これも今日出たジョーダン1のゴアテックス。チャールズ・バークレーありますよ。これ中がハラチになってるから1センチは上げた方がいいらしいですね。結構前にステューシーとコラボしたやつ。多分そうだよな。これが多分元ですよね。スムさんがピンク買ってた。真っ暗もどんどん新しいのが出てきますね。アトモスだけで真っ黒と真っ白出たやつの新色。ソックス、芝生モデルのコルテッツやん。かわいい。よし、買うことができました。あったわ。さすがにあったわ。確認の時にチラッと見たけど、めちゃくちゃ良かったですけどね。あと、いろんな知らないスニーカーがどんどん出てました。皆さん追ってますか？スニーカー。スニーカーズ以外に出てくるスニーカー追ってますか？いろんなやつがもう、めちゃくちゃ次から次にどんどん出てますよ。あ、そうだ。もうついに、今週？その次の土日？ちょっとわからないですけど、1月の20、21でしたっけ？スニーカーコンが今度は名古屋で開催されますけど、それの1日目、土曜日の方ですかね。僕参加しますので、ぜひその時行く方話しかけてください。一緒に動画撮りましょう。この系統の YouTuber で言うと1、2を争うぐらい話しかけやすいんじゃない。知名度絶妙な、絶妙なって言うとなんかいい感じに聞こえますね。微妙な知名度、微妙な実力、数字的にも微妙な数字、そういう意味でも話しかけやすいんじゃないですか。人の集まらなさ具合としてもね、そういう意味でも話しかけづらいほど人が集まるわけじゃないし、こうなったらもう数字というより中身で勝負していきましょうよ。皆さんも一緒に。これを見てくれる人なんてどうせ世の中のはぐれ者なんだから世の中のはぐれ者の動画を見てる人なんて世の中のはぐれ者なんだから、変わり者なんだから。っていうことで言うと、こう数字より質でいきましょう。だからなんていうの、その例えば再生数が1万ぐらいだったとしても、いいね1000あるみたいな、例えばね、例えばで言うと再生数1万ぐらいだといいねは2、300ぐらいなんですけど、多分普通は。でも1000あるみたいな、コメント100件あるみたいな、そういうこと、中が熱いみたいな一般的な広がりはないけど中が熱いみたいな濃いやつ、それには皆さんの協力が必要ですから、皆さんが一人一人自覚を持つことが大切ですよ。あきとくんチャンネルを見ているという、やっぱりなんか同じ再生数1万でもなんかふわっとその時のスニーカーの人気でただなんとなく再生数で見られてるやつと、トップ層みたいに4万回5万回再生数とか行くわけじゃないけど、なんか中がすごいみたいな、中が臭いっていうかすごいっていうね、
密度だから、そういうことで、だからいいねもお願いします。いいねだから1万回でアベレージ500とかいったらめちゃくちゃすごいんじゃない？そんな人いないもん。再生数1万程度でいいね毎回500いく人なんていないから、だからまずいいねお願いします。あとコメントね、コメント別に言うことねえなーっていう、別に喋ることないなーっていう人はこんにちこーでいいんで、おいっすーでいいんで、応援してますとかそういうので何でもいいんでお願いします。あとだから今度スニコン名古屋ね1日目行くんで、その時に話しかけてください。だから一緒に動画作りましょう。だからそれを元に僕は動画撮るわけですから、一緒に参加してください。動画作りに他の YouTuber の方々もいっぱい、今度のスニーカーコン名古屋にもいっぱい来ると思うんですけども、再生数 もちろん僕なんかよりもすごいと思うんですけど、僕はだから数で勝負するから、何回かに分けて撮るから、それで立ち向かっていきましょう。だからそのためには皆さんの力が必要です。話しかけてください。で一緒に動画撮りましょう。あと女子の方、これおじさんしか見てないんで、変わり者のおじさん窓際族しか見てないと思うんですけどだから娘さんとかね、まあ、奥様でもいいですし、だからそういう人は僕と同じであんまり知り合いも友達もいないと思うんですけども、なんとか知り合いの女性の方とね連れてきてもらって、スニ女会もできれば作りたいと思いますので、無理かな、今回は無理かな、なんとか立ち向かっていきましょう。よろしくお願いします。ちなみにここ取りに来たんですけど、わかるかな、あれ、あそこにいる人たちみんなカップなんですよ。昼間ここでたまに撮ることあるけど、今夜来てみたらなんかうっすらロマンチックじゃないですか。そこに全部ねカップルがいるんですよ。一人ずつビンタしてったのか、こうちょうどならちょうどこう並んでるから、こうしやすいだろうからな。だから僕はもうこんな端に追いやられてここで撮ります。もう僕は知らん、もう時間もないし、応援してください。これはもう僕の今の YouTube の状態を表してるかのような。じゃあ早速開けていきたいと思います。いやなんかこれ買っちゃうんだよな。僕この前ドットコムのセールで、それこそ CO.jp のモデルを集めてトーナメントにして、そのアンケートをもとに CO.jp のモデルをこうミックスさせて出来上がったやつをこの前買ってましたけど、なんかそういうの買っちゃうんだよな。今こうやってスニーカーに興味持ち始めてるけど、その前僕の知らないところでそういう盛り上がりがあったり歴史があったりっていうところをなんかちょっと触れときたいなじゃないですけど、そういう歴史があって、ちょうど僕が興味持ってる時にまたこういう機会があるなら買っときたいなっていう感じですね。ちょっと暗いな、もうこんな端に追いやられてるし、夜になっちゃったから、とちっちゃったから、すいません、ロケとちっちゃったから、すいません。いやーこれね、こっちの方がまだ明るいわ。リバースカレー1999年ですか、あの CO.jp コンセプトジャパン、2000年日本から発信する、日本企画で発信された一連のモデル、リバースシリーズの一つらしいですね。なんかちょっとよれてんな、ちょっとクオリティなのか。いやでもくしくもこのよれのレザー具合を見ても割といいレザーな気がしますね。ダンクローって合成感があったりしますけど、あとここが刺繍じゃないんですね。最近のやつってどうだったんだろう、刺繍じゃなかったでしたっけ。今ちょうど履いてきてるんですけど、新しい今現行のやつは刺繍になってますね。っていうか高いんですよね、そもそも値段が1万8000円かな、確か1000円高いんですよね。値段が上がって今現行のダンクローだと1万7000円とかになってて、さらに1000円高いっていう。この履き口のところも素材が、この白黒はこういう感じですけど、このリバースカレーは、うん？ちょっとカットかなこの部分はカットかな、やっててなんだけどわかんないわ、色が違うだけかもしれません。ここら辺もいい感じのレザーな気がしますけどね、どうなんだろうな。でも今回復刻らしいですけど、その当時リリースされた時の方がレザーの質はもしかしたらいいのかもしれないですね。今みたいにサステナブル言ってないから、いやいいですけどね。いやめちゃくちゃいいな。もちろんリバースじゃないやつを持ってないですけど、僕はこれなんか状態確認でサイズ見るときに思ったんですけど、
かりますかね、この部分が長いんですよ。なんかパッと見タグが見えないっていう、わかりますか、ほら画像はこれです。画像悪いな、このピロピロが長くて今のモデルってそんなになってないですよね、ほらってなってますね。ナイキスーシュ、この右上に R が1個ですけど、今のやつはこっちのスーシュの方にも R がついてますね。あとフォルム的にはなんか違いあんのかなめっちゃ違うけど、これどうなんだろうな、履いたからかな、全然形違うけど履いたからじゃないかな、これこっちなんかより SD みたいな形になってるけど、この紐の締まり具合も全然違いますもんね、幅も。にしてもちょっと細いんですかね、このつま先の部分見てもちょっと細くできてんのかな。どっちなんだろう、この僕のこっちがおかしいのか、今回のこのリバースカレーが細いのか、何にしてもちょっと履いてるからだけとは言えない、なんかフォルムの違いがあるような気がするな。っていうかこれ味出てきたな履かない派の僕が履こうと思って買った、これいい感じになってるやん、これ。あー、割とそんな合成感もないんですね、これ履き倒してみると意外といい感じになってるな。そうなんだ、意外と現行のダンクもいい感じですね、履き潰すと。黒タグ、天然比較合成繊維、合成比較がない、全部天然ですね、やっぱりレザーは。いや、めちゃくちゃかっこいいぞ。ところどころこのレザーのヨレがあるな、個体差なだけですかね。替えのシューレース、あ、そうだ、替えのシューレースついてるやん。これはもう真っ白ですね、クリームとかじゃない。え、ちょっとわかんない、もしかしたらこの今暗いからどっちなんだろう。これ画面では白く見えてるけど肉眼では若干クリームだな、照明のせいかな、多分白だと思いますけどね。このアッパーの色と同じぐらいの白ですね。いやー、これは CO.JP のリバースカレー復刻っていうことは乗っかってますけど、買ってよかったなっていうモデルですね。いやー、だからスニーカーズで全サイズあるからなーっていうことはセールになるんじゃないかっていうね、みんなその時に 30% 引きになったら買おうかなみたいな、そういう感じなのかもしれないですね。まあ実際なるしな、もうナイキ実際なるし、1年のうち12ヶ月のうち6ヶ月間はセールやってんじゃないかっていうぐらいナイキやりますからね。いやー、遅くなった。最後いいねお忘れなく、まだの方はいいねは既読の印、お気軽にプッと押しといてください。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録してください。濃い臭いここを濃いところにしていきたいと思います。僕は諦めない、諦めないから、いいねがアベレージで500とか800とか、どういうことっていうコメントいつも100件とか、そういう濃いところに、臭い場所にしていきたいんで、そのためには皆さんの力が必要ですので、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、違うわ。あざすー。